こんにちは、建築学科の岩沢です。今日は、北海道科学大学で学ぶ建築と題しまして、建築学科の紹介をしたいと思います。よろしくお願いします。まずですね、人間生活に欠かせないもの、衣食住とよく言われます。皆さんもこの言葉を使ったことがあるのではないかなと思います。で、建築はこの住のところを主に担う学問ですね。次に移しましたのが、我々のキャンパスがあります、札幌市の上空を移しております。住環境のみならずですね、学校であったりオフィスであったり、あるいは商業施設であったり、さまざまな建築に、の中でですね、我々は生活をしています。この写真はですね、1964年の、東京オリンピックのメインスタジアムであります、国立代々木競技場になります。この建築は、多くの人たちが、スポーツを観戦する、大空間をですね、作る構造のアイデアと、それから日本の寺社仏閣を思わせる、こういったデザインですね、屋根のデザイン、これが結びついた非常に世界的にも、評価の高いですね、建築物です。次に移しましたのは、スペインのビルバオという町にある、ビルバオ・グッケンハイム美術館という建物で、非常にユニークな形態をしております。で、世界中からですね、この建築を見るために、ビルバオという町に、観光客の方が訪れるようになりました。一つの建築物ですけれども、町の歴史を変えるような、そういった力を建築は持っています。次にですね、お祈りを捧げる空間ですけれども、フランスにあります、ロンシャン教会という教会で、このようにですね、美しい光をですね、作り出すことも建築の力の一つです。建築はですね、芸術と技術、これを中心にあらゆる分野の知識を総合した人間の営みというふうに言えると思います。次にですね、世界の住居を見ていきたいと思います。これはですね、藁を紐でこう束ねて、それを、ドーム状にですね、このように、縛っていくような作り方で作った住宅ですね。次にはですね、小さな石を積み上げて作った住居です。建築は、重力に、抵抗しながら、人間のための内部空間を、作り出す技術ですけれども、これもですね、重力に対して石でどういうふうに作ったらいいのかというようなものが、結集されていると言えます。次にですね、土を固めて作った住居です。で、屋根の部分には、動物の皮をですね、つなげて作った軽い屋根が乗っています。このようにですね、世界の住宅を見ていくと、さまざまな気候風土と建築の技術っていうものが結びついて、世界の文化を作ってきたというふうに言えるかと思います。まとめますと、人間の営みと世界の文化は建築とともにあるというふうに言えると思います。で、建築に欠かせないもの、3つあると言われてまして、美、容、経と言われています。まず美ですが、美しい形態と空間、人間が豊かに暮らすためにはですね、この美というのは非常に重要な要素です。次に用ですね、やはり使いやすくなければいけません。それから快適に過ごす、これは非常に重要なことだと思います。
次にですね、今日ですね、地震やさまざまな災害から人間の生活環境を守る必要があります。この今日も非常に重要な要素になります。このようにですね、美、容、教を兼ね備えた建築を作るためには設計を学ぶ必要があります。デザインですね。で、皆さんも設計やデザインには非常に興味を持たれている方も多いんじゃないかなと思います。で、本学ではですね、豊富な実務経験、受賞歴のある専任教員の建築家が皆さんに設計を指導します。まずですね、川人博先生です。で、この建築は、新得町というところにあります、農村交流施設なんですけれども、建築はですね、自然環境と人間の生活環境を分ける必要があります。分けるだけであれば壁で仕切ることによって分けることはできるんですけれども、やはり人間にはですね、光や風が重要ですから、分けつつつなげるということが建築にとって非常に重要です。この建築物は、深い孔、ひさしを張り出して、それから床も張り出して、この間にですね、内部と外部の中間の非常に快適な空間を作り出すというような建築でして、2016年度の北海道建築賞、北海道の建築賞の最高賞になるんですけれども、を受賞している、建築になります。次にですね、同じく川人先生の設計で、知床斜里駅の複合駅舎になります。こちらはですね、地元の木材を使って、木材をこう積み上げるような独自の工法を開発してですね、作った駅舎でして、地元の産業とともにですね、そういった地域の振興も含めて、建築で提案しているというようなものになります。それからですね、こちらはご覧になったことがある方もいるのではないかなと思いますけれども、札幌駅南口にあります、交番になります。このようにですね、都市において非常に重要な、シンボルになるような、建築を川人先生は設計してきています。続きまして、佐藤隆名誉教授の建築を紹介したいと思います。こちらの建築は本学のキャンパスの中央に位置します G 棟という講義棟になります。中央に吹き抜けがあって、両側に講義室がありまして、学生の皆さんがこの吹き抜け空間で出会うというような建築です。で、ちょっと古い写真を写したんですけれども、20年ぐらい前ですかね、学生の頃の私がこれなんですけども、模型を作っております。で、当時ですね、佐藤先生のゼミに私は所属しておりまして、先生たちが設計している建築の模型を作ってですね、いろいろ検討させていただいてたというところです。こんなような模型ですね。で、これが G 棟で、全体で、今もっと新しいキャンパスがたくさんできていますけれども、当時の様子ですね。で、やはり自分たちが、模型の検討した建築が出来上がった時っていうのは非常に感動しましたし、私は今もですね、G 棟が好きで大切に使っています。佐藤先生は、ヒットアリーナという体育館の設計もされています。で、こちらも部活動や体育の授業で学生の皆さんに非常に親しまれている建築です。で、建築にはさまざまな力があるんですけれども、私もですね、建築の設計を専門にしておりまして、私が設計に関わった建築を紹介しながら、この建築の力ということを少し考えてみたいと思います。まずですね、こちらは埼玉県にあります病院の建築なんですけれども、病院ですので、高度な、医療が展開できるように、機能的な面はもちろん重要なんですけれども、患者さんの方々に何かこう
力を与えてほしいと、建築でそういったものをできませんかということで先生方に言われまして、こういったですねコンクリートで作った非常に力強いデザインというものを考えました。それからですね、この通りが旧中山道という通りなんですけれども、そういった歴史的な背景もありますので、その街道の軸線と言いますけれども、軸線を強化するようにこの庇がこう連続するような、そういったデザインを考えました。またですね、建築はまあ非常に大きいので、大きな影響力を持ちます。ですから、都市空間にとってどういった建築が望ましいのかっていうことを考えることは非常に重要になってきます。次にですね、交流センターの建築なんですけども、公園と一体になったような建築でして、手前の方にですね、芝生になっている公園がありまして、建築物は非常に透明にできています。で、中で活動している人の様子が外からも伺い知ることができるというような建築です。で、上から見るとこのようになってまして、周りがですね新しくこうできてくる、住宅街になってまして、その中心に位置するような、公園と建築の、設計です。建物のオープニングの時に、コンサートが開かれまして、内部空間と、公園とそれから新しくできていく街並みっていうのが、このようにですね視覚的にもこうつながるような設計になっています。で、外部にはですね噴水も設計しまして、このようにですね地域の方々が、楽しく使ってくださっているというものです。で、建築にはですね、地域の人たちを結びつける、コミュニティを作り出すような、そういった力があります。次にですね、皆さんにとってもやはり住宅っていうのが一番身近な建築かと思いますけれども、住宅を、2つほどですねご紹介したいと思います。住宅街の中に、設計したもので、ここにコンクリートの、塊のようなものがありますけれども、これが住宅です。で、この住宅では空をですねどのように住まいに取り込むことができるか、そういったことを考えていきました。で、中に行くとですね、真ん中に中庭がありまして、非常に美しく空を切り取るというような設計になっています。で、内部空間があって、庭があって、さらに向こうに内部空間がある、ここを行き来しながらですね、中と外の変化を楽しみながら暮らす住まいです。次にですね、森の中に設計した、住宅を紹介したいと思います。左側の写真はですね、外部と内部の中間にですね大きく軒を出してデッキを敷いて森とつながるような半屋外の空間を作っています。で、右の写真は、内部空間ですけれども、こういった開口部、窓からですね、森の様子がうかがい知ることができて、森の中に生活している豊かさ、そういったものを取り込めるというところです。周囲の環境によって建築の在り方っていうのは随分変わるというのが、この2つの住宅から見て取れるのではないかと思います。で、専任のですね、建築家たちが設計演習を皆さんにご指導しますけれども、2年生の授業風景の写真です。で、自ら構想した建築を、図面や模型で表現してもらいます。で、これ講評会の風景ですけど、前の方に今先生がいて、学生さんと、一体となってですね、どういう建築がいいのかっていうことを、ディスカッションしたりしています。で、2年生のですね模型の成果ですけれども、まずですね身の回りの比較的小さな建築から、設計演習をやっていくんですけど、それをですねこのように模型で表現できるようになります。2年生の図面ですけれども、
このようにですね、図面であったり CG であったり、そういった表現力も含めて指導していきます。この写真はですね、卒業設計の公表会の写真です。で、4年間の集大成をですね、卒業設計で示すわけですけれども、本学のいいところはですね、この公表会に、ここにいらっしゃいますけれども、北海道の建築家の方々が一堂に会して4年間の成果に対して非常に熱心にですねアドバイスしてくれるというようなところも、まあ、本学の魅力の一つかなと思います。身近なスケールの建物から演習をしていきますけども、卒業設計ではですね、このように大規模な都市施設の設計をする学生さんもたくさんいらっしゃいます。で、建築に欠かせない技術、これを3つお伝えしたいと思います。環境、構造、材料です。まず環境工学ですが、温度や湿度をコントロールして快適な建築を作る技術です。次に構造です。地震や風に対して構造計算をして安全な建築を作る技術です。次に材料工学です。材料を適材適所に計画し長持ちする建築を作る技術です。それからですね、資格ですね。でやはりですね、建築士、国家資格になります。でこちらはですね、1級建築士、2級建築士、木造建築士とも、卒業時に受験資格を取得することができます。それからですね、2級と木造に関しては、工業高校等で指定科目というのを収めていれば在学中に受験することもできます。そして就職ですね、就職ですけれども、大きく分けると、下に書いてますけども、設計と施工っていうふうに分けることができまして、設計は建築物の設計の仕事です。で施工は、建築物を作るために現場の職人さんたちを指揮してですね、実際に組み立てていく、そういった仕事になります。このグラフではですね、総合建設業、これゼネコンと言われたりしますけど、に行かれる方がまあ 40% ぐらいいて、その中に設計やる人と施工やる人っていうふうに分かれてます。次に多いのがハウスメーカーですね。こちらも設計と施工それぞれにいます。で設備工事業、これは施工ですね、作る人ですね。で設計事務所っていうような感じですね。あと公務員になられる方も一定数います。13名の教員で建築学科を運営しておりまして、さまざまな専門分野、それからですね実務経験を持った教員がおります。で、教員指導で皆さんに建築の魅力を伝えていきます。で、寒冷地ということでですね、寒冷地に関係する研究をしている先生方も多数いらっしゃいまして、北海道ならではの建築の学びというところが得られると思います。これからのより良い建築空間を作るのは皆さんの世代です。北海道科学大学で私たちと一緒に建築を学びましょう。